限界刑務所生活8日目を迎えた、霊夢とマリサ。ブラブラボンボンサバサバ、今日からお前たちはサバだ。ってな感じで二人は監視によってサバにされてしまったのである。おしまいおしまい。いや、勝手に終わらせないでよ。そうだそうだ、もっと見せろ。しょうがないな。自由時間になった二人は、前日に探索しようとしたが監視に邪魔をされてしまった。職員等の探索を再びすることにした。監視の部下に見つからないように探索を進める二人だったが、今度は監視カメラに見つかってしまった。職員等の探索をするのは容易ではないようだ。その後監視は上の者からの伝言があると言っていたが、どうやら予定が変わって直接伝えるらしい。これは監視の上の者を見ることができるのか？そしてとうとう上の者は二人に話しかけた。そんなこんなで始まる9日目、霊夢とマリサは無事この刑務所から脱獄することができるのか、また、監視の秘密を解明することができるのか。霊夢、マリサ、久しぶり。え？なんだこれ、私寝たはずだよな？久しぶりだね二人とも。本当はちゃんと二人の前に顔を出したいんだけどさ、ちょっとまだそっちには行けそうにないかもなんだ。だからこのビデオメッセージを残すことにするよ。ビデオメッセージっていうより特別な技術を使って夢を見せてるんだけどね。つまり今二人が見ているこれは夢だってことだよ。夢？これはこいつが私にこの夢を見せているってことか？その通りだよマリサ。え？会話ができるのか？あ、今会話ができるのかって思ったでしょ。残念だけどそうじゃないよ。ただマリサならこういう反応するだろうなって思っただけだよ。そう？私の思った通りの反応してくれた？いや何それ怖いんだけど。全然怖くないよ。私たちくらい仲良しだと相手の反応くらいわかっちゃうんだよね。あ、ちなみに今君たちが見ている私の姿は、本当の私の姿ではないよ。は？じゃあこいつ誰なんだよ。私は君たちの言う監視の上司に当たる人だよ。あんたが監視の上司か。それに私たちは会ったこともあるしね。は？こんな奴と会ったことない気がするんだが。キツブヤの脱獄直後に街で君たちを連行したじゃないか。あ、こいつあの FBI のやつか。不備来犯だ。てかやっぱりあいつが監視の上司だったんだな。まあ二人だったら私の正体に気づいていると思うけどね。あ、そうそう、こんな話をしようと思ってるんじゃないんだよ。早速本題に入ろうか。今君たちはアビス刑務所にいるね。率直に言うとそこから脱獄することは不可能だよ。でもどうしても二人は脱獄をしようとするよね。そこで一つだけアドバイスをしてあげよう。この施設にある秘密が書かれた本を探してみな。それはこの場所で起こった重要なことさ。そう君たちみんなにとってね。そうすれば二人の目的も達成できるんじゃないかな。まあ健闘を祈っているよ。まあどうせ無理だけどね。せいぜい苦労しててね。二人はまだ出てきちゃダメだから。おいどういうことだよ。おい。あれ、夢終わっちゃった。もしかしてお前も見せられてたのか？なんか監視の上司のやつのメッセージだよね。やっぱりマリサも見てたんだ。ああ、どうやら私ら二人に向けてらしいな。そういえば昨日監視がなんか言ってたもんね。言われてみるとそうだな。監視の上司が直接話したい的なこと言ってたわ。てか監視の上司の正体わかったよね。ああ、私たちの予想通り、あの FBI のやつだったよな。あの不備来犯なんか妙に慣れ慣れしかったよね。ああいうやつは嫌われるんだよって。不備来犯の伝言聞いたか？うん、聞いたよ。なんかこの刑務所のどこかにある本を読めって言ってたよな。あれ？そんなこと言われたの？うん。霊夢は違うのか？うん。私はその、いや、同じような内容だったかも。なんだよそれ。ごめんごめん、ちょっと寝ぼけてたんだよ。しっかりしてくれよな。ってその本を読めば脱獄できるみたいなこと言ってた気がするぞ。何それ、もしかして伝説の冒険の書なんだ。それで勇者の剣を見つけに行けるんだ。それはないから安心してくれ。でもさ、その本がどこにあるかわかんないんだよね。まあそうだな。だったら私たちが今やることはあんまり変わんないよね。まあ結局探索しなきゃいけないってことだな。ってことで今日も一日頑張っていきますか。でも監視の上司の正体がわかっただけ十分だな。そうだねって、今日は何をするか。今日は鉄道。なんだよそれ、最近巷で流行ってるんだよ。だから刑務所にいるのになんで巷の流行りを知ってるんだよ。私くらいになるとこんなの余裕なのである。もう意味がわからない。あ、そういえば私昨日ボールペンを交換したんだった。あ、売店で売ってたんだっけか。それで壊れたたまごっちみたいなやつ直せるのかな。自由時間の時にやってみようぜ。そうだね、あのたまごっちが直ったら何か進展があるかもしれないしね。それじゃあとりあえず監視を待つとするか。そうだね。隠し強盗だらけ、ツギーハギーだらけの、ホームユーノー、噛み砕いても、なくならない。爪楊枝歯に挟まっちゃった。ってことで朝だぞお前ら、起きるんだ。何がってことでなんだよ。いつも変な登場の仕方しないでくださいよ。ほら早くしないとお前らの歯に爪楊枝挟むぞ。シンプルに痛そうだからやめてください。それより監視さん、私たちは気づいてしまいましたよ。お、
なんだやっと気づいたのか、お前ら二人はバカだってことに。違う、そんなのには気づきたくないです。看守の上司のことですよ。あーなんだそのことか、あの方から何かメッセージがあったみたいだな。看守の上司のことは不備来犯って呼ぶことにしました。なんで不備来犯なんだよ。看守の上司の名前じゃないですか。そうですよ、もうわかったんですよ。看守の上司が FBI の不備来犯ってやつだったってことは、なんだよもうそこまでわかったのか。まあ別にあの方のことを知られても何もないからいいけどな。ってことで自由時間だ。なんだよ。私の顔に何かついてるのか？いやそんなことはないです。今私の顔がコンセントって言ったか？言ってないわそんなこと。ああ、言ってなかったか。それはすまなかったな。それじゃあ自由時間だぞ。しばらくここで適当に過ごしていてくれ。また終わりの頃になったら戻ってくるからな。とか言いながら叩かないでくださいよ。それじゃあまたな。ってことで自由時間だ。とりあえずはこの囚人たちの会話でも盗み聞きしに行くか。なんでそんな印象の悪い言い方するのさ。そして逮捕はアルティメットの準備完了したみたいだな。それじゃあアルティメットを投げてこの刑務所を破壊してくれれば助かるんだけどね。確かにそうだよな。で、今日は火曜日らしいですよ。てかこいつはなんで曜日を把握してるんだよ。きっと刑務所に入った時からずっと曜日を言い続けてるんだよ。そう、何年何十年も私たちが死んでしまってもずっとここで言い続けるんだよ。いや急に怖いこと言うなよ。そんなこと言ってないで早速本題に入りますよ。お前が始めたことなんだけどな。とりあえずこのたまごっちにボールペンを刺せばいいんだよね。できたか？あれ？これってどうやるんだ？おいできたか？いややり方がわからないんだよ。ちょっとマリサやってみて。こんなのちょちょいのちょいだろ。私にかかれば唐揚げの深夜徘徊くらい朝飯前よ。マリサが私みたいなこと言ってる。まあ私に任せときなってことよ。なあ、これどうやればいいんだよー。でしょわかんないでしょ。このたまごっち呪われてるんだー。絶対そうだよ。もうこうなったら適当にポイポイしてやるわー。ぽーい。あー、何急にうるさいな。いやなんかペンが壊れたんだよ。え？それ大丈夫なの？でもなんかたまごっちにさせた気がするぞ。じゃあリセットは成功したってこと？あなんかたまごっちに数字が表示されてるぞ。数字？あなんか2973だってさ。まあどこかで使える数字だろうから覚えておこっか。そうだな。ヒントが何か教えてくれたりしないかな。発電施設のボイラー室は危険物の持ち込みが禁止みたいだ。だってさ、ボイラー室に危険物を持っていくなってことか。するなって言われたらやりたくなっちゃうもんだよね。そういえば昨日見つけた本に、ボイラー室の電力が止まったら監視カメラが動かなくなる、みたいなのあったよな。もしかしたらそれと関係してたり？そういうことじゃない。マリサ天才なのでは、ボイラー室に危険物を持ち込んで電力を止めればいいんだよ。そうすればあのうざったい監視カメラも止まるってわけよ。そうすれば焼き鳥の打ち上げ花火パーティーってことだよね。焼き鳥の打ち上げ花火パーティーってなんだよ。でもまず危険物を探さなきゃなんだよね。やることが分かっても結局は探索をしっかりしなくちゃ何もできないんだよな。よーし、ちょっと探索をしに行ってみますか。でもたまごっち直すのに7億年近くかかっちゃったからあんまり探索する時間ないんだよな。あ、それもそうなんだよね。それじゃあこの時間はちょっとだけブラブラして次の時間から探索再開しましょうか。そうだな。